はい、どうもおはようございます。今日は、2019年の2月の24日朝の8時57分でございます。よろしくお願いします。トイレ行ってきます。よいしょ。みんなおはよう。よろしく。なんかね、喋ってほしい話題があったら振っていただけたら、おしゃべりなんで喋りますんで、はい、ありがとう。いいね、ありがとう。皆さん、振ってね、話題を振っていただけたら喋り倒すんでね、なんか聞きたいワードがあったら振ってください。何について語ってほしいと言っていただければおしゃべりしますんでね。おい、エクスパンド、おはよう。よろしく。おはよう。スーパークリックさん、ありがとう。ジュームは読んでないですね。語ってほしいテーマ、何々について語ってと振ってください。よろしくお願いします。どんな話題でもできる限り一生懸命答えます。はい、おはよう。コンティニューコイン、ありがとう。おはよう。はい、ありがとう。よろしく。ハートありがとう。今ね、話題がないのでね、ぜひ何かについて語ってくれっていう、ぜひ聞いてみたいっていうのがあったら、何について語ってと言っていただければ5分10分語りますので、なんか聞いてみたいものがあったらぜひネタを振ってください。いや、炎上はしてないね。ああ、今までやった仕事の中で一番印象に残った仕事か、ネットワークビジネスかな。ネットワークビジネスって言って、まあまあ簡単に言ったらアムウェイとかニュースキンとかそういうジャンルのやつなんだけど、あれはね、俺の人生の価値観を大きく変えたかな。なんかさ、その、ね、まあ、ネズミ講とか世間で言ってるけど、全然違くて、面白かったよ。あと、権利収入っていうものを初めて手にしたことができて、あ、金持ちってこういうことやってんだっていう、その、労働収入とは違う考え方があるんだっていう、その、なんだろう、金持ちになるための仕組みみたいなものを徹底的に先輩から教わって、
でみんな楽しそうに遊んで暮らしてたから、遊んで暮らしてるんだけど、なんかこう誰よりも一生懸命働いてるっていうか、働いてるっていう概念がないんだよね彼ら。そう、やりたいことやってて金をじゃんじゃん作っていくみたいな、あれは今までで一番印象に残ってる仕事だったかな。もうやらないけど。その時に面白いなと思ったことが、情報は上流から下流に流れるっていう言葉を教わって、だからそのネットに書いてある情報を盲信してる人を見るとかわいそうと思うようになった。ネットに書いてある情報ってどうでもいい情報なんですよ。どうでもよくて、誰でも読んでもリスクがないから書ける情報なわけ。ネットにある情報ってまあ価値がない、誰でもタダで手に入る情報だから、ていうことを教わってから、そのネットの見方とか新聞の見方とかがだいぶ変わって、そういうなんかリテラシーみたいなものも俺はその時に教わったかな。だから簡単に言うと騙されなくなったよね。自分で考えるっていう癖がついたというか。そこからじゃないのかな。ネットワークビジネスで権利収入得れるようになった時に、あ、何やってもうまくいく。そう。っていう感覚は身についた時の体験、成功体験っていうのはその時かな。うまくいく人は何やってもうまくいくし、うまくいかない人は何やってもうまくいかないっていう。で、その原因が何なのかとかを考えるようになったね。うまくいく人はどうしてうまくいくのかって。それこそだから六本木ヒルズの最上階から見た景色とかすげえ今でも忘れないよね。六本木ヒルズの最上階に行って、そこでパーティーしたことは、多分そこで急になんかスピーチ無茶ぶりされて、表彰されてスピーチ頼むっていきなり全然前振りなく言われて、5分ぐらい喋った時のことを今でも覚えてるかな。その後すぐホームレスになるっていうのが面白いけどね。あれ？とか思って。俺うまくいってると思ってたけど、全然ホームレスになっちゃったなと思って。それがまた人生の面白いところだよね。そうそう、ヒルズクラブって言って、そこのパーティー会場を借りれる権利っていうのがあって、年会費350万円払わないとそもそもそこをレンタルすることができないの。えぐい世界でしょ。そこでパーティーをやってる、そのヒルズクラブっていう会員があるの。それ年会費350万とかので、ヒルズクラブに入会してると、まあ値段を払うとそこでパーティーが、だからあそこに入れるっていうことが、もうそもそもそのなんつうの、信用の担保になってるのね。年会費350万とか当時ね。そうで、そのビュッフェみたいなさ感じで、
結婚式の広い会場で、で丸くなってて、でカーテンが閉まってるので、そしたら音楽流れて司会のなんか人がアナウンサー始めて、でその電気が暗くなるので、映画館みたいにね、それでは皆様なんか最高の夜景をお楽しみくださいみたいなのやると、なんかすげえ軽やかな音楽が流れ始めて、ブワーってその見えてる、その歪んでる曲面になってるカーテンが全部開いていくの、ゆっくりブワーって。でそしたらもう東京の夜景だよね、ブワーって、すげえ東京タワーとかもうこんなんでやばーとか思って、そもそもね、六本木ヒルズの最上階がそういう会場になってるっていうことを知ってる人がほぼいないでしょ。そう、いやいや、すごい体験したよ。そう、あ、金持ちってこういう遊びをしてるんだっていうか、すげえなと思って、でパッて横向いたら浅岡幸二さんがいた、あ、芸能人だと思って。で島崎和歌子さんもいたね。うわ、島崎和歌子だと、綺麗だなと思って。で島崎さんに話しかけた。私はいいのよ、私はいいのよ。朝岡さんいるから朝岡さんと話しなさいよとか言って。まんまあの感じだったね。はい、わだつ。その労働には4種類あるっていうこととかも、いやだからそのあのマルチのパーティーだよ。俺才能あったらしくて、あの初めて3年間でダウンライン、要は俺の紹介でその会社の商品買った人が結局ね4500人ぐらいになっちゃったの。自分が直営業が50人ぐらい、要は俺の紹介で直で入った人が50人で、で50人からブワーって広がっていくんだけど、すごかったよ。最終的に登録数自分の下が4500人になって、毎日面白いの、サイトで登録してんだけどフィリピンとか台湾とかまで飛んでくのよ。会ったこともない人が買うとその人の収入とかバンバン入ってくるの。ハワイ、香港、台湾、ハワイ、アメリカ、フィリピンとか5カ国ぐらい飛んでたよ。そうで毎日毎日ほっといても増えてくの。だからその時に6時の隔たりっていう、そのスモールワールドっていう理論があるんだけど、それを体感したのはすごかったね。要は人間が一生涯に関わる人って統計があるんだけど、300人と友達になるんだって、平均すると一生涯に300人と、友達になる。友達の概念っていうのはご飯を食べに行ったりとか、その電話帳に交換したりとか連絡を取り合ったりする中でも、その300人の中で喧嘩別れをしたりとかして最終的には50人に減るんだって。要は生涯の一生涯の中って50人しかいないの、平均すると。で6時の隔たりってどういう理論かっていうと、50人も50人の友達がいる。でその50人にも50人だから、自分の周りに50人いるとしたら、その50人にも50人いるわけじゃん。だから友達の友達っていうのは250人っていうように、6回友達の友達の友達の友達っていう風にやると世界人口をはるかに超えるっていう理論があるのね。でそのバズバイラルっていう理論があって、その情報、自分が持ってる情報を6回隔てれば世界人口にそのアクセスっていうか、そのプレゼンができるっていう理論。いや平均すると知り合って友達になるのは300人。だから平均ね、あくまで平均。例えば俺の Facebook も5000人超えてるわけじゃん。だから普通の平均値よりも多いわけよ。だからその友達が多い人少ない人の平均だから、あくまで理論値だから。
それは。まあ、そういうなんか、なんていうの。例えば、その、代理店っていう仕組みあるじゃん。フランチャイザーとかいう。あれってマスレベルマーケティングっていうマーケティング理論を元に作ってんのね、フランチャイズって。で、それとは別に多角的にやるっていう意味のマルチなのよ。マルチレベルマーケティングっていうマーケティングから入ってるの。っていうそのマーケティング理論の勉強とかもできたっていうのは面白かったけどね。うん。いや、それ知り合いって母親とか親戚の人も含めてだよ。友達っていうか知り合いっていうか、生涯の付き合いになる人ね。要はお葬式に顔出してくれる人ってことよ。俺は水素のサプリメントだね、うん、水素のサプリメント。俺がやってたのは水素の浄水器とかじゃない。あの水素水でもない。だから結局その当時言われてたのが、水素なんて水素なんてって言われてたけど、俺らが言ってたのはコンビニとかドラッグストアとかスーパーとかで水素水が売られる時代が来るんですよっていうことをずっとプレゼンしてたので、結局今水素水とかみんな世の中の人知ってるわけじゃん。だから あれがなかった頃にやってたから面白かったよ。俺がね逮捕されちゃって、あの権利剥奪されたんだよねそれでホームレスになっちゃったの。あの規約の中に刑事事件を起こしたら権利剥奪しますよって書いてあって、マジかと思って、毎月寝てても金入ってきたのに権利収入じゃねえじゃんとか思って、うん、そう、水素水よりもあのなんだろう、なんていうのかな、水素ってあの閉じ込めることが難しいのね。で水素の効能っていうのはもうあのいろんなところで歌われてて、学会とかでも発表されてるんだけど、効果があるのは事実なんだよ。ただ水素自体を閉じ込めることが難しい。なんでかっていうと、宇宙で最初に生まれた物質って言われてて、一番小さい物質なので、光の速さで飛んでくんだよ。だから閉じ込めるっていうことが難しいの。だからペットボトルとかに、その例えばさ、コーヒーに砂糖10杯ぐらい入れても溶けなくなってくるでしょ。あれを、なんて言うんだっけな。なんて言うんだっけ。その、物が閉じ込められなくなるっていう現象、なんて言うんだっけ。なんだ、最近、全然言葉出てこないな。まあ、そう、コーヒー溜まるでしょ。砂糖が。あれと同じように、ああいう現象が起こったりとか、その、蓋にそもそも、アルミの蓋で閉じ込めるっていうことが難しいの。だから、水の中に水素を閉じ込めるっていうのが、まず難しい。うん。で俺らがやってたのはサプリメントで、そのタコ質っていう物質があるんだけど、世の中飽和状態だ、そう、飽和しちゃうんだよ。だからまあ水飲んでもそんなに効果がない。で浄水器の場合は、浄水器の発生する装置の中に水道水に直接入れるからまだいいよねっていう理論なの。だけど俺らが売ってたのってこんなタコ質、ゼオライトだったかな、まあ多孔質っていう貝殻の、カキの貝殻とか、要は穴ぼこの物質があって、そこに水素を閉じ込めるっていうあの特許があったの。要は体の中に入れて水を飲んだり水分に反応して体の中で水素を出すっていうやつの。だからね、あの水素水のね、もう 何百倍って出るのよ、水素水自体を。で本当に面白いんだけど、あの水素水のサプリメント、俺が扱ってたやつを水の中に入れて画鋲とか釘とかを入れておくの。2年間錆びなかったかんね。めっちゃすげえとか思って。でもうあの薬事法に触れるから言っちゃいけないんだけど、やめた今だから言えるけど、あの本当に涙ながら、あの末期のがんだったけど回復した人とかからお礼の手紙とか来たよ、マジで。えぐっとか思って、あの猫ちゃんとかワンちゃんとかの、あの本当にもうあのうなちゃんのみたいになっちゃって、もう死にかけみたいなのが治ったとか。でもこれは薬事法だから販売するときには言っちゃいけないのよ。いやいや笑ってるでしょ、それ勉強不足だからね。マジでマジで嘘だろって思うでしょ。俺だからそんな感じだったのよ。だからあの学会の研究論文とかさ、あの頭のいいやつとかに見せて、これ本当なのとか聞いたりとか、
実際セミナーとか連れてくとこれやべえなって言ってたもん。もう原理は簡単なんだよ。活性酸素と融和するっていう理論なの。まあ健康に詳しい人とかだったら活性酸素がいかにやばいのかっていうのがわかると思うけど、 O2 っていう状態ね。 O2 要は俺らが吸ってる呼吸の酸素って猛毒なんだよ。で、体の中でどうしてもその活性酸素って呼ばれてる状態になっちゃうの。酸素の濃度が入れ替わっていって、いや、その活性酸素が何がやばいかっていうと、電子が1個足りない状態だから細胞と結びつくんだよ。で、細胞をクラッシュさせるっていう、だから俺らの老化の原因ね。で、体の中に水素を満たすとどうなるのかっていうと H じゃん。だからその活性酸素 C2 とかの化学記号が要は結びつくと水に変わるっていう。水素水とか嘘だとか言ってる人は勉強不足だよ。水素と酵素はマジでやばいよ。ちゃんと勉強したら。酵素はうちで取り扱ってなかったんだけど、会社自体の商品でなかったんだけど、酵素もめちゃくちゃいいよ。活性酸素がその細胞をぶっ壊すっていうのは科学界の常識。だからその活性酸素自体に水素を結びつけるっていう理論。まあプラセボもあるからね。1ヶ月分で1万5千円1ヶ月分。健康の常識ってどんどん変わらない。それが面白いのが酸素ブームっていうのもあったのよカプセル酸素っていうのもブームになったりするから、だからそのエビデンスをどうやって取るかっていう話だと思うよ。そう、水素水が嘘なんじゃなくて、水素水が体にいいっていうのはもう論文でいくつも出てるの。そうじゃなくて、水の中に水素を留めるっていう仕組みに無理があるの。まあまあ別にね、買いたくなきゃ買わなきゃいいし、嘘だって言うんだったら嘘だでいいかもしんないけど、いや俺の体験談を話してるんだけど、水素水は実際その、っていうかそもそもなんだけど、化学記号水って H2O じゃん。だから H が1個含まれてんのよ、化学記号の中に。だからその水を飲むっていうことがそもそもその水素を取ってるようなもんだから、だからそのなんつうの、疑似科学だっていう人の言い分もわかるんだけど、その当時の論文とか持ってないもんな。資料を見せてあげたいよ。もうネイチャーとかサイエンスとかその学術論文とかいっぱい持ってたの。もうコピーでブワーってファイル2冊分ぐらい持ってたのよ。ちゃんとプレゼンやってたけど覚えてないよ。もう水素は体にいいっていうよりも、なんていうのかな、そもそも水素から全部始まってるっていう。だから俺らの体の構成物質ですごい重要なものっていうか、まあ宇宙誕生に関わってるぐらいのものだよ。なんていうのかな、要はその活性酸素っていうものが何を起こすかっていうと、鉄分に付着すると錆びる、食べ物に付着すると腐る。要は腐敗する原因っていうのは活性酸素なんだよ、全部が。老化現象ね、人間でいうところの。要は DNA ぶっ壊すっていうのもそういうことなのよ。だからDNA の先端のテロメアとかの研究とかも実は水素ってすげえ関わってるの。バカ10個ありがとう。
デニコインありがとう、いやトーク力さすがだってね、あん違うんだよね、あのね結局さっき言った情報は情報、いい情報は上流から下流に流れるって言ったけど、要はね、あの知らないから嘘だっていうのも、知らないからうさんくさい、知らないから嘘に決まってるっていうのも結局リテラシーの問題なんだよ。自分で調べたりとか、そのネットで検索するぐらいでしょ、やったとしても。でも結局セレブたちはそういうことで遊んでるわけじゃん、お金持ちたちは。だからお金持ちたちが一番気にするの時間の使い方と健康なんだよ。結局突き詰めると長生きしたいっていうのと時間の使い方を有効にしたいっていうことで、だからその健康に関することとかセレブの人とかってよく研究してんの、金持ちになる人とか、高濃度っていうか、その濃度をだから出せないって話をよくしたの。だから浄水器、水素の浄水器とか40万とかであるんだよ。でも出せないんだよね。その要は光の速度で飛んでくっていう。で俺らがやってたのは胃の中で発生させるっていう。サプリとか飲み続けないとダメだね、飲み続けないとダメだね、まあ今俺がね宣伝したところで1円の得にもならないから、なんで俺水素のプレゼン向きになってしてるんだろうっていうのはあるけどね昔だったらこういう話してたら、もちろん薬事法に気をつけながら話すけど、一回だからその JRA って言って日本の競馬協会あるでしょ、馬のブリーダーさんに、その馬の馬主さんは馬が強くなるためだったら何でもやるからって言って、一回 JRA に来てくれって言われて馬用のサプリメントの開発したいっていう話も受け負って、それはすごくて、あの会社の本社の人間連れてったもん。和道くんよくやったよっつって、すげえビッグビジネスだよっつって、人が買う用のサプリメント、それがきっかけでペット用のサプリメント開発してくれて、いや震えたよね。そう、それでなんか馬用のサプリメントから猫用犬用も出そうって、それを馬用に転用しようって言って、それはめちゃくちゃ本社の社長から喜ばれた。でそこのサプリメントの会社やってたのが、南部さんっていう人でさ、あのパソナの創業一族なのよ。俺はそれで入ろうって決めたのね。水素はまあ体にいいことは分かったって裏で調べて、でなんでやろうと思ったかっていうと、その会長が南部さんで、当時社長が上田さんっていう人だったんだけど、あの上田さんと南部さんで上場企業5社作ってるのよ。上場企業の人たちがまあうさんくせえことやらないよなっていう、それがきっかけだった、決め手だったかな。この人たちがビジネスチャンスあるって思ったっていう判断っていうのは絶対なんかあるなと思って。だから南部さんとかからお会いした時に孫さんの話とか聞かされたけど、孫さんとか柳井さんとか、あのめちゃめちゃ通貨な関係だから、全然そのネットとかに載ってない情報とか聞けるっていうのは、若い頃の孫さんの話とかそういうのはまあ良かったなっていう経験になったなって思うけどね。そのアメリカに留学してるのは知ってるでしょ、孫さんが。でその時に実は2週間学校休んで会いに行った人がいるんだけど、それがあの香港で会社やってた南部さんなのね。まあ藤田伝さんとかにあった逸話とかテレビとかで話されてるけど、
でもこんなところで話してもね、じゃあ結局今お前金持ちなのかよって言われて終わっちゃうんだけどね。はい、じゃあ次のネタください。 リンさんから振っていただいた今までで一番経験になった仕事はっていうのを、まさかねこんなに語るとは思わなかったけど30分語ったね。いや、あのね、花火につなげるかどうかか。あのね、俺がリスナーさんに言われた一言ね、和道くんのリスナーは花火投げないよって。和道くんの持ってるリスナーさんって、あの30代40代で金持ってるけどバカが金投げるんだよって言ってた。和道くんが相手にしてる層、要は和道くんのファンだっていう層は、ぶっちゃけた話花火なんか余裕で投げるぐらいの財力あるけど花火投げないよって、ただで見れるんだもんって。だから俺の悩みはそこだよね。マネタイズができないっていう。そう、抱えてる客層っていうか、そのターゲットにしてる層がダメっていうわけじゃないんだけど、頭が良すぎるっていう。そうで、頭のいい人は花火なんか投げない。そう、小じきに金渡すのは実は水商売の女性だ。語弊がある言い方だけど本当にそうなのね。キャバクラや風俗で働いてる人とか、あのパチンコとかにハマってる、競馬とかギャンブルとかパチンコとかが好きな人だから、和道くんの話を面白いって評価してくれる層ほど和道くんに花火投げないよ。なんでかっていうと、お金の使い方を分かってる人だから。ものすごい自己矛盾を抱えてるんだよな、俺は。残念だよね。はい、で、なんか聞きたい話題、話してほしい話題があったら、和田を何々の話してって振ってくれたらね、あの5分10分喋りますので、もしよかったらネタを振ってください。喋るのが僕の生きがいなんで、面白かったらお小遣いください。こんな話聞いてみたいとか、あんな話してほしいとかあったら、母親の話ね。僕の生い立ちだよね。パーソナルな情報だよね。ぜひぜひよろしくお願いします。ギャンブル依存症について聞きたい。ギャンブル依存症、猿の話がすごい面白いと思うよ。お猿さんの話。猿に実験を、ある実験を行ったんだけど、あの、いや母方ではない、父方が島津藩だから、猿にね、
報酬系っていうその脳みその動きの話なんだけど、猿に一回ボタンのある部屋でボタンを押すとバナナが出てくるってやると、猿はボタンを押すのを覚えるとバナナをもらうようになる。バナナがもらえると脳内麻薬が出るじゃん。で今度しばらく数日してバナナがランダムで出るようにするのね。要は出る時と出ない時がある。それでもボタンを押し続けるので、今度また数週間経って一回それを学習させた後にバナナが全く出なくなっても猿は実験中ずっとボタンを押し続けるっていう。怖くない？要はパチンコってそういうことよ。そういうことでしょ。だから結局そういうことなんだよ。パチンコにはまる層っていうのは当たった人だよね。なんかこれは俺の持論なんだけど、共通体験をすれば共通の結論におそらく達するっていう。だから必要なのは共通体験だと思ってんのね。でその中でごく稀に共通体験をしても違う判断をする人がいるんだと思うんだけど、そういうのは本当にサイコパスだったりとか本当に精神異常を持ってる人だっていうのが俺の判断。だから共通体験と共通認識さえできれば同じ結論に達する。だいたい喧嘩をしたりとか意思疎通ができないのって情報に差がある時なんだよ。一人がその元になってるソースの情報を理解してなくて、だから誤解が生じる。だから人と議論意見が食い違った時っていうのは俺はその情報の共通が一番大事だと思ってるんだよね。おお久しぶり。成功体験が忘れられないって話はしてない、うん、今起きた最高に気持ちいい朝。あーいいね、うん、おはよう、うん、成功体験じゃなくて一回旨味を知ってしまうと成功体験ではないじゃん。猿のボタンの話っていうのは成功体験じゃなくて報酬ね。要はそのなんていうのかな、あれしかもなんかそれなんだっけな、電気を流して痛みを伴うようになって電気ショック与えても押し続けたんだっけな。とにかくね結構やばいんだよね。あとそういう系の話で言ったらなんだっけな、大学の研究データで3つのグループにやったデータがすごい面白くて、それもネットワークビジネスやってる時に教わった話だったんだけど、ちゃんとした研究論文だよ。全く同じ難しいゲームを3つのグループに同じようにさせたんだよ。知恵の輪みたいなやつ、超ハードな知恵の輪みたいな。で1つのグループには優勝賞金100万円みたいなものをあげたの。一つのチーム、これが解けたら30分以内に解けたら100万円あげるよって。で2つ目のチームは何したんだっけな、全く同じ課題で何だったかな、100円とかにしたのかな、額を小さくしたのかな。で3つ目のチームには無補修でただゲームを与えたので、クリアしたチームは無補修のやつだけだったんだよね。でそれはなんでなのかっていうと、お金100万円あげるとか100円あげるって言ったチームはなんでできなかったのかっていうインタビューには研究した時に効率が悪いっていう判断をしたの、チーム自体が。要はこんなに大変なことをこの値段でやるのはバカバカしいっていう判断をしたんだよね。だから仕事をする時にも大事なことで、
実は仕事は報酬を上げたら働くっていうのは実は経営的な判断でいうと間違いなんだよっていう、そうじゃなくてゲーム自体をいかに楽しむかっていうのが一番パフォーマンス上がるから、仕事をやるときに一番大事なのはどうやったらこのゲームを楽しめるのかっていう純粋さを追求した方がうまくいくよっていうことを教わったかな。あ、お茶爆ありがとう。儲かるか儲からないかっていう判断っていうのは実はその会社の経営する上で結構そこには従業員のモチベーションにあんまり関係しないみたいな話とか、あとそのなんだっけ、 Google とか Apple とか Amazon とかそのなんて言うんだっけ、あの日本の上場企業みたいなやつアメリカでなんて言うんだっけ、なんとかなんだっけなで採用されてるそのコンサルがやってる考え方で、その他人を貶めたりしないっていう理論があるの。議論を行うときに日本人のミーティングって会議をやってアイデアを出し合いましょうって言ったときに必ずやるのが、そのアイデアは無理だっていう会議をやるんだ。でもそれって全く意味がないじゃん、冷静に考えて。そうじゃなくて Google とかの企業って、他人を否定しちゃいけないの、他人のアイデアを。反論するときは代替案しか出しちゃいけないっていう論理があるの、会議をするときに。あ、君はそういう考え方なんだねって。でそれに対して文句を言うんじゃなくて、僕だったらこういう案を出しますって言って案だけをひたすら会議中に出せんの。しかも社員の役職とか関係なく、むしろ全社員でそれをやるみたいな感じで、最高の意思決定を持ってる人は誰もう社員同士も否定をしないのよ。それはできないとかそんなのは不可能だって話じゃなくて、こんなのあるよね、こんなのあるよね、こんなのあるよねってプレゼンし合うの、ずっと。要は案を出すだけ出させる。で何をやるかっていうと、そのアイディア200個とか300個とかを今度上層部の頭のいい役員のところに持ってって、意思決定する人はその上の層だけでこれにしようって決めるの。めちゃくちゃ賢いよね。そもそも企業の考え方が全然違うっていう、働くっていう概念とか。でも日本のその考え方ってトップダウンって言って、労働者は労働者で考えさせないっていう教育をずっとさせてるから、命令を忠実に言うことを聞く労働者だけを作ってきてるから、だからまあ取り残されていくというか。まあクリエイティブな発想はできないよね、その教育だと。愛子さん抱いてないよ俺。じゃあ次の話題行こうか。面白いよね。うん。あとなんか最近ブログで読んだ、Google の社員の人が書いたブログがすごくて、Google に入社してすぐに怪我かなんかで1ヶ月間ぐらいそのいきなり休んじゃった社員の人がとんでもないお給料を Google が払い続けるんだって、傷病手当とかなんだとかで。でその人は自分が怪我をしてしまったりとかしたことをと Google が給料をすごいくれるから、なんかズルしようと思ったわけじゃないんだけど、なんか後ろめたさがあって、その給料を払ってるその上層部に問い合わせたんだって。なんでこんなによくしてくれるんですかって言った。その時の Google の回答がすごくて、優秀な人材を我が社に働いてもらうためにやってることなんで後ろめたく思わないでくださいって。僕らは Amazon とかその Apple とか戦うために優秀な人材をに手厚くするのは当たり前ですって。これはうちの会社の考えなのでどうかお気になさらずに。すごくない？その考え方はうまくいくわっていう。
あなた、優秀なあなただからこそこの会社にいてもらうために僕らはあなたが怪我をした時には保証しますよっていう。そうさ、優秀なエンジニアとかをさ安く使おうとかさこき使おうっていう考え方が全くないんだよね。そう、その時にその人はああ Google 要は頑張って勉強して入社してよかったなっていう、そのブログがあって、それは優秀な人材バンバン引っこ抜かれていくよね。うん、いやそれがね、要はそれがダメなんだよ。要は飼ってるからそれができるんだよっていう、要は鶏が先か猫が先かっていう話なんだけど、逆逆、その考え方があったから飼ったんだよ。そう、要はそれは違うの。それはね、松田松陰も同じこと言ってんだよ。要はあの考え方から全てが始まるっていう。昔のね日本人はすげえ優秀だったんだけどね、結局ねダメになっちゃったんだよ。その思想があったからうまくいったんだよ。お茶ありがとう。あ、それだそれだ、マキル、それだ、傷病じゃないわ、それそれ、俺が言ったの Google ジャパンに入社して3ヶ月産休もらった男性の話、それだそれそれ。要はその知的階級っていうのかな、知的な労働層と単純労働層の考え方がもう根本的に違うんだよね。うまくいく人の考え方とうまくいかない人の考え方っていう。例えばね、あのよく俺が話するのが、映画をそんなに撮りたいんだったらバイトしろって俺に言う人がいるんだよ。いや気持ちはわかるよ、俺にバイトして自分の金で映画作れよって言いたくなる気持ちとかわかるけど、これを俺はどう説明してるか聞いてください。ショートコント映画、お父さん僕ね大人になったら映画監督になりたいんだ。お父さん、たかし、お前は映画監督になりたいのか。うん、お父さん僕はねスピルバーグみたいな立派な映画監督になるんだ。たかし、お父さん応援する。いいか、たかし、よく聞け。セブンイレブンでアルバイトする。もしくは、ファミリーマートでアルバイトをするんだ。一生懸命働け。え、お父さん、僕はスティーブン・スピルバーグみたいな立派な、たかし、よく聞くんだ。佐川急便もいいぞ。立派な映画監督になるために、佐川急便で荷物、お父さん、僕は、映画監督になりたいんだよって。おい、こう、どういう、どう思う？みんな。めちゃくちゃでしょ？そのお父さん言ってること間違ってるってわかるじゃん。でも平気で俺にバイトしろっていうバカがいるんだよ。うまくいくわけないよね。うん。そう思いません？たかしの夢を壊してるのお父さんだと思わない？うん。分かりやすいでしょ、バカでしょ、うんうん、佐川急便で働いてる時間もセブンイレブンで働いてる時間も俺にはないよ。うん、支援金で映画制作するんですよね。そうっすね、はい。まあおそらく日本の映画監督のほとんどの人が全て支援金で映画制作してると思いますけど、たけしさんぐらいじゃないですか。あの支援金で映画作ってない人は、うん、多分北野たけしさんぐらいしかいないと思いますよ。和田監督の映画楽しみです。
僕に関係ない話題ですね。和田監督が誰か分かんないです、多賀監督いらっしゃい、スキヤならいいとかいうそういう話してない。映画を撮るって言ってもどこにゴールを定義するか手段も常識も変わってくるが、一つのやり方を教えるべきじゃないっていうよりも、映画監督になるためだけのことをやるべきだと思ってんだよね俺は。金にならないとしても、うん、そうっすね。映画300万の支援あるってはい言われてましたけど、なんすかスキャンダルさん。あ、俺あ、ありがとうございます。はい、あざす。そうそうそう、まあなんかもしこんな話題で話してほしいっていう話題があればぜひコメントでお待ちしております。次の話題いきましょう。次の話題、何について語ってくれって言って、振って話を、語ってほしいワードを書いてください。僕に語ってほしいワード、ステージ4のがんについて分かんないですね。僕がんについては無知なんで、僕はがんについて全然わかんないっす。人間が生きる意味とは、ああじゃあ人間が生きる意味について語りますか。ないですね僕にとっては。ないと思いますね、人間が生きてることに意味なんてものは。だから意味がないからこそ理由付けをする必要があると思ってるんですよ。意味があるっていう人は嘘つきだと僕は思います。基本的にその植物が何で生えてるのかとか、虫が何であるのかとか、犬が何で存在するのかとか、そういうものって意味がないことだと思ってて、ただその理由は欲しいわけですよ、人間は弱いから。だから生きてる理由は自分で作らないとダメだと思ってる、生きてる意味も自分で見つけないといけないと思ってる。それがまあ僕の考え方ですかね。あ、梱包してます。ステッカーの梱包してます。売れないステッカーの梱包ですね。だから本来は俺は義務教育とか二十歳になるまでにそれを見つけるのが親の仕事だと思ってるの。もしくは本人に課すべきだと思ってるの。今後生きてく、死ぬまでに生きていく楽しいことを見つけなさいっていう風に親が教育するべきだと思ってる。それまでに自由な時間を与えられてるんだよっていう、働かなくてもいい時間、自分を見つける時間を与えられてる。それはやっぱり学生までの間じゃん。まあ二十歳まででいいと思うんだけど、18歳までとか、そのやっぱり年を取れば取るほど不利になっていくわけだから、なるべく早い段階で見つけてあげるべきだし、見つかるべきだし、その学生の時の時間っていうのはそういう時間なんだよっていうことを親がちゃんと伝えないと子供は理解できないから、だからより多くの機会を与えるべきだとは思ってる、できる限りの中で。だからスポーツが好きなのか、芸術が好きなのか、勉強が好きなのか、なんだろう、工作が好きなのか、その子の可能性をどん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 いろいろ試してあげる期間っていうか、でその中で一番ワクワクすることは何なのか、好きなことは何なのかっていうのをその子供に、自分自身のことを知ってあげる期間っていうか、じゃないと暇だからね、うん、
その誰でもできることをやらせても無駄だから、映画のタイトルの入れ方について、あーすげえいい振りっすね、ありがとうございます。僕今考えてるのが、あの自分の映画の構成で考えてるのは、 A パート B パート C パート D パートっていう4分割をさせるやり方を取ってるんですよ、脚本を書く上で。で A パートがどういう入りにしようか、なんか起承転結の木の部分なんだけど、簡単に言うと A パートっていうのが、 A パートが5分、俺の映画だと30分だから3分ぐらい、10分の1で全く関係のない1個の物語の終わりからスタートするやり方、もう定番中の定番なんだけど、主人公、要は主要人物がバーッと肩を並べて、全く超ショートストーリーで1個の物語が終わったところにタイトルイン、これが俺の映画です。はい、このやり方で、そこで一回終わってタイトルがインして、このメンバーでこの物語が入るっていう導入をしたいんですよ。でその導入の部分で A パートを終わらせる、これがキーだから、最初の時にショートムービーがついて2本分見る感覚、わかるかな、これ全く別のストーリーのケツの部分、終わりを描いてからインするやり方がかっこいいなっていう、僕はこれで行こうっていう構成は決めてますね、自分の脚本では。要は冒頭に使わないで終わりから入るっていう。海外ドラマのシーズン1、2、3っていうよりもね、例えばなんだけど、なんだろうな、わかるかな、終わりから入りたいっていう、そのシーズン1とかの問題じゃなくて、1個の映画だから作品1本なわけじゃん、この1本の冒頭が終わりから始まりたい。これは何を伝えるかっていうと、普通は始まりから終わりまでを書くのが映画なんだけど、終わらないよっていうことを入れておきたいの。要はそんなにうまくいかないからって、切り取ってるだけだよって、1個の終わりがあったら1個の始まりが始まるんだよっていう、そこを表現したいんですよ。だから安易に成功だとか失敗だとかじゃなくて、繋がってるからねっていうものを入れたいっていうか。300万受け取ってないですね。循環構造っていうんですか、そういうの、そう、それはやりたいなっていうふうに思ってますね。いや違う、一本の映画でそれをやるっていう、違う、一本の、要は映画の、要はタイトルをどこに入れるのかっていうことじゃん。要はいきなりタイトルバーン、でん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 でもいいわけじゃん。そうじゃなくて、3分間にいきなり物語が周辺で始まってて、そこに途中参加で、え、何これ、なんか終わったーからのタイトルインからの、その続編として木が始まるっていう作り方。言ってる意味わかんないかな、これ。言ってる意味わかんない。例えばなんだけど、恋愛映画だったら、いきなり振られるところから書くの。恋愛映画だったら、普通だったら、その出会うところから書くじゃん、タイトルが入ってから。そうじゃなくて、振られて3分間でいきなり振られる描写がバチンってあって、なんで振られたとかもう全部はっ抜いて、名前もない、主人公なのかどうかも分かんないのに、いきなり振られるところからしょぼくれて帰って、タイトルインしてからのその後的なのが気になる感じ。終わりから始まる、別物語の終わり、古畑任三郎の場合はその物語の終わりからじゃない。そう、そういうこと、肉肉正解、よくある作りなんだよ。そう、蛍の墓は違う、蛍の墓とか古畑任三郎っていうのは、その物語の終わりの時間軸を前に持ってってんの。違う、俺が言ってんのは違う。
そういうこと、永遠と続く日常を切り取るっていう感じ、そういう感じだから、タカ監督が言ってんのが正解、俺が言ってることはね、うん、アイテムありがとう、ボーン、ありがとう。パルプフィクション見てねえからわかんねえわ、申し訳ない、うん、それを見てないからわかんねえな。見ないかな、うん、あ、いいね、病室は開放でオナニー、開放さんのオナニーシーンからそうしようか。例えばなんだけど、俺が言ってる、ま、自分のストーリーではないよ。例えばなんだけど、甲子園でうわーって負けた主人公が悲しんでるところからいきなり始まって、負けたっていうところでタイトルインで、野球の映画かなと見せたら、実はその男の子はその大学に行かずに探偵になるとか、全く関係ねえじゃんみたいな全く全然関係ないじゃんみたいな、その一個のその人の終わりを描いて、全く関係ないんだけど次の物語に行くみたいな、その分かるかな、タランティーノが分かんねえかんな、ごめんね、うん、あ、俺好きそうなんだ、そういう展開にしたいかな。その要は時系列的につながらないのにっていう、その主人公だけ引き継いでいくっていう、要はその何を表したいかっていうと、そのドラマチックなことなんか実は日常にあるんだよ、君と一緒なんだよっていうことを書きたいの、その中に、うん、キルビルはそんな感じなの？わかんない。キルビルがわかんないかな。コンディニコインありがとう。和道の案とタランティーノの手法は全然違う気がする。わかんない。俺がキルビルを見てないからわかんないね。コンティニーコインありがとう。じゃあ他の話題振っていただけたら、こんな話が聞きたいっていう話題があったら拾っていきます。勝新太郎みたいな目になった、なんだっけ、勝新太郎どんな目だったっけ、なんだっけ、なんかあったな。おはよう。ドラマチックなことなんてあります？ああ、僕の好きな言葉で、事実は小説よりきなりっていう言葉が大好きです。はい。全てのフィクションとか創作物っていうのは誰かの実体験だと思ってますね、はい、だからドラマチックなこと、みんなが嘘みたいって言ってることは現実で誰かが体感してることだと思ってます。あ、そうなんだ、ありがとう来てくれて。面白かったらフォローしてってね。ツイッターもフォローして。
赤い本なんですか。赤い本、ここのこと、漫画ですね。これはただのライトですね、はい、ライトです、はい、漫画です。何かについて語ってほしいことを振っていただければ5分10分語るんで、もし聞いてみたいな、こういうこと語ってほしいなっていうのがあったら、何について語ってって。まだ読んでないね。何か語ってほしいことを書いてください。トーク力の腕を上げる方法について語ってほしい。トーク力、喋りが上手い人って説明が上手い人、喋りが下手な人って説明が下手な人だと思ってるんですよ。で、これ島田紳助さんが言ってたことなんだけど、喋りの上手いやつは電話で目的地を教えることができるやつ、要は客観視ができてるっていうことを言ってて、あれ松新っていう番組で松本人志に向かって喋ってたんだと思うんだけど、松本人志さんもそれすげえわかるって言ってて、要は説明下手なやつって電話でその目的地を案内できない。今どこおんねんお前、ああで右や、右をひ、そうそう、であれだよ、もうちょっと歩いたら左行くんやとか、もう要は自分の頭の中では見えてるんだけど、相手が自分の頭の中に見えてるものを共通できるかっていうのをできてない。でその電話で喋りが上手い人は目的地につける。今何が見える、ああ目の前に薬局が見えるんだっていうことは、右手にコンビニ、セブンイレブン見える、そう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 、そこの先にポストがあるでしょう、うん、そこを右に入って、うん、そうすると信号、3番目の信号でかいところに突き当たると思うんだけど、そうそうそう、そこのなんとかの交差点、そこを左に行って次の路地に左に入ると、今俺がいるから、これだと伝わる。要は相手が何が見えてて、自分が何がどこに連れて行きたいのかっていう説明がしっかりできる。俺はトーク力の本質っていうのはこれだと思ってるの。例えばその、うん、リンゴをかじってリンゴが美味しいっていう表現って誰でもできるわけじゃん。だけどそのリンゴがどういう風に美味しかったのか、どういう色をしてたのか、どこを産地なのかって、情報って実は追加することができるんだよね。深く説明していくことができる。でその中でその深く説明できるのが、さっき言った地図を説明できるっていう第一段階で、この時にそのリンゴをどういう風に話したら面白くなるかなっていうところまで想像できたら、もうトークはまあある程度そのプロに近いレベルになってくるんじゃないかなって。例えば配信者だったら100人の人がずっと聞いてとどまるレベルだし、まあまあそこそこ語り手としてうまいんじゃないかなっていうレベルのトーク力は身につくと思います。だから、聞き手の気持ちになれること、うん、でそれを詳細に説明できることっていうことが入り口で、今度はいらない情報を省いていくっていうことかな。うんうん、洋画で感動した作品か。洋画で感動した作品。バタフライエフェクトトレーニングデイ、
告発かな。うん、最近気に入った映画知りたいです。最近映画を見てないですね僕は、すいません。まあだから配信者で言うのであれば最低30分間喋り続けることができるかどうか、ラジオのパーソナリティがまず最初に教わることって3秒喋らなかったら放送事故って教わるんですよ。だから3秒間の間が絶対起こらないように何でもいいからとにかく音を出し続けてくれっていうことを教わるので、配信もトークっていうのに特化してやるんだったら3秒間間が空いたら事故だっていう風な気持ちで俺はやってたかな。邦画で好きなやつ知りたいです。マルサの女ですかね。マルサの女2が特に好きですね。僕は漫画をたくさん読んでますほぼ漫画ですね、はい。どんな本、普通の本はちょっとじゃあ適当にピックアップしてみますか。めっちゃ面白かった。動的平衡。はい、おはようございます。おはよう、うん、はい、わざつ。いやいや、とんでもない、とんでもない。
ああ、そうだね。カセットテープみたいなケースだね。懐かしいよね。こういうのね。そうね。映画監督ですよ。はい。映画監督ですよ。こんにちは。ステッカー4種類ですね、僕は。物販で取り扱ってるのは4種類です。タイムマシーンは過去に行くことはできるけれども、理論上未来に行くことはできないんじゃないかっていうのが僕の仮説。お腹すいた。1枚500円が2種類と1枚1000円が2種類。あ、全部コンプで3000円ですね。過去に戻れたら何をしますか？僕は時間自体がないと思ってるんで、はい。過去に戻れるっていう感じじゃないかな。過去を再現するって言った方がいいかな。俺が過去に行けるっていうのは。僕は時間っていうものがないっていう派なんですよ。簡単に言ったら。だから、今しかコントロールできないっていう。だから過去に戻れたらっていうか、なんていうか、今しかコントロールできないと思ってるかな。ドッペルゲンガーは、どうなんだろう。ドッペルゲンガーいないんじゃないのかな。すげえそっくりな人はいるとしても。正の方は何が違いますか？サテンっていう布でできてるんですよ。素材がいいですね。布製の、シールなんで、光沢があって、ちょっと高級な感じですね。こうテカテカっとした布でできてるっていう、かっこいいデザインですね。性能は出てこないですね。使用感、これだいぶ前に貼ったんだけど、こんな感じ。ちょっとボロくなってきてもかっこいいっていうか、で、光沢があるからピカピカしてる布。かっこいいでしょ。アイテムありがとう。ボン、いつもありがとう。アイテムありがとね。質問どうぞ。質問よりもね、なんかね、語ってほしい、なんかこう、お題が欲しいかな。質問だと、イエスかノーとか、あるとかないとかで終わっちゃうから、なんかこれについて語ってみたいな、テーマみたいなものをくれるとすげえ助かる。コンプしたい、3000円です。郵送の場合はプラス200円です。ぜひ DM ください。DM か LINE で受け付けてます。ニートが見るべき映画はありますか？抜け出せなくて。ですね、ニートの人はむしろ世の中にある映画をコンプリートするぐらいの気持ちでいてほしいですね。はい。何のためにニートやってんだって。世の中にあるゲーム、漫画、映画全てコンプしろと。で、そこからがニートの本領発揮だから。まあ、ニート歴浅いからそんなこと言ってんだと思うんですよ。とりあえず、過去の名作と呼ばれたものは全て見て、ネットフリックス、アベマ TV などの最先端のアニメなどを全て見尽くし、過去名作と言われた漫画を全て見尽くしてニートを続けるかどうかだから、
まだ見るべき映画というか、なんつうんだろう、もうすべて見ろって感じだよね。とりあえずツタヤのなんか名作コーナーにある映画をすべて見てからニート活動について悩んでください。そっからはニート辛いっすよ。それまではニートは楽しいはずなんで。で、僕はニート肯定派なんですよ。働かなくていいっていう、楽しくなくなったらニートやめろっていう、ニートは悪くないっていうのが僕の持論なんで。横とか後ろは CG、 ちょっとごめんなさい、意味がわからないですね、おっしゃってる。横とか後ろは CG、 どういうことだろう。リアルな空間ですけど、はい、何でしょう、 CG に見えますか。現実世界ですよ。アドさんが高校生ぐらいの年代の人に、高校生ぐらいの、高校生ぐらいの年代の人に小説を勧めるならどのような小説を勧めますか。タイトル等も知りたいです。ですね、僕発達障害という病気のせいだと思ってるんですけど、僕小説が読めないんですよ。なので小説は読みません。で、なぜか知らないけど唯一読める小説があって、それが村上春樹だけなんですよ。だから村上春樹が書いた以外の小説をほぼ読んだことがないので、ごめんなさい、おすすめしないですね。僕が小説について語ってることってほとんどないはずなんですよ。まあ、だから村上春樹の中で言うんだったら風の歌を聴けを進めるかな。あ、コンティニューコインありがとう。僕はね、文章からね、その臨場感を出すっていうか、脳の中で具体的に映像化していくっていう作業が下手なんですよ。ごめんなさいね。だから小説読まないんですよね、僕。能力欠陥なんですよ、僕の。あ、そうですね、ライトです。ライトです。よいしょ。はい。バーニング劇場版はちょっと何言ってるか分かんないですね。ごめんなさい、見てないですね。部屋おしゃれかな。いや、そんなことない、物が多いだけだよ。天井まで本だね。こっち側もこっち側もね、狭いよ。天井まで本だから。はい、おかえり。アイテムありがとう。漫画喫茶とか秘密基地とか呼ばれてるかな。もういい時間になってきたな。うわー、ステッカーがぐちゃった。最悪。最悪。ステッカーがダメになった1枚。悔しいな。あんまり自分の部屋おしゃれだとは思わないけどな。なんか物に囲まれて物に溢れてるっていう。ロスが出たな、ロスが。部屋見せてほしい。いや、今見せただけで、後ろにベッドがあるだけだね。好きなミュージシャン、なんだろう、好きなミュージシャン、なんだろうな、誰だろう。最近音楽聴かないっすね、僕。何を制作されてるのですか。映画？今ステッカーの梱包してますね。好きなミュージシャン、なんだろう。
なんだろうな、好きなミュージシャン、好きなミュージシャン、ランシド。なんかね、語ってほしいテーマとかがあったら振っていただけたら喋るんで、よろしくお願いします。なんかについて語ってって。エヴァンゲリオン見とけばなんとかなるよ。エヴァンゲリオンとスタジオジブリ見とけばあとは何も見る必要はないね。風俗について、風俗について何を語る。あ、僕あの昔風俗にはよく行ってたんですけど、風俗やめたんですよ。あのすげえなんかキャバ嬢とかについて思うのが、例えばセット料金5000円6000円7000円とか払うじゃないですか。で席について、血液型何型ですか、あ B 型です、へえそうなんだ、どこの生まれなんですか、あ千葉県です、へえ千葉県なんだ、ディズニーランドありますねって、え趣味とか何なんですか、あ、漫画とか読んでますね。あ、漫画が好きなんだ。へえ。お仕事は何されてるんですか？つった。いや、働いてないです。へー、そうなんだ。ふーん。ドリンク一杯いただいていいですか？って。ダメに決まってんだろ、バカ野郎、この野郎。全然面白くねえよ。なんで、俺、花火一発もらうのに、すげえ喋るんだよ。めちゃくちゃ喋るんだよ。なんならお前よりも笑い取れるんだわ。めちゃめちゃ命がけでやってんだ。俺5000円6000円払ってここの席についてんだわ。なんでくだらねえ質問してるてめえみてえな、クソみてえな女に1000円払わねえといけんだ。死ねえボケカス！バカが。花火一発のためになん、どれだけ喋ると思ってんだよ、ほんと。なあ。なんでてめえにドリンク一杯渡さねえといけねえんだよ。殺すぞ、マジで。まあまあキャバ嬢についてはまあそんな感じかな。うん。だから俺もう無理なの。水商売のキャバクラを楽しめることはない。うん。性風俗についてはめちゃめちゃいいなって思ったの。俺中国人のすげえ可愛い女の子を18歳ぐらいの時に買い漁ってて。で成田のその風俗もうすげえ摘発されちゃったんだけど、8000円で40分とかだったので、毎日ここの風俗に通いたいって思ったのね。で 8000×30 3パ20だから24万円かかるので、俺当時時給1000円とかで働いてて、成田で時給1000円、成田かなりいい方なんだけど、手取りの給料16万から18万ぐらいだったので、毎日中国人とセックスできない、困るって思って、俺は8000円の風俗に毎日通える男になるって決めて、で成田ではその中卒だから、そのそんな給料がいいところなかったから、まあそれが俺が起業する動機だよね。毎日可愛い女の子と8000円で毎日充実した人生を送るっていうすっごいくだらない動機で俺は起業家を目指したので、起業しかないって思ってまあそんな感じかな。うん。まあだけどある日気がついたのね、まあそれくらい稼げるようになったんだけど、社長になって、で風俗はしご4件とかしてたの、21歳の時なんだけど、その時にある日気がついて、あ
俺お金払ってるけどこの子たち全然俺のこと愛してないってことに気がついたの。はぁってもう絶対に気づいてはいけないことに気がついて、はぁ全然愛されてないと思って、そっから風俗行けなくなっちゃったね。嘘だろっていう、魔法が解けたの。俺全然愛されてないわと思って、愛されたいじゃん。そうだから風俗行けなくなっちゃったんだよね。そう、愛を求めてたっていうことに気がついたんだよね。そう、そう、俺だからね、いまだに風俗体験で一番忘れられないのがね、まあ千葉の有名なそのスマタ専門店でスマットスマットっていう店があるの。スマップスマップのロゴでスマットスマットって書いてある店で、俺そこの店すごい好きだったんだけど、スマットスマットでそんなに可愛くなかった子に当たったのよ。なんだよ今日ハズレかよみたいな、まあね、入り口で。ただね、その女の子の接客が最高で、どうも初めましてからね、ファーストクエスチョンですよ。さてここでファーストクエスチョンです。なんて言ったと思う？女の子、初めまして、俺の目を見ながらだよ。なんて、もう行くよ、もうすごいこと言ったんだよ。2回行ける人ですか？嘘だろ。俺もう泣きそうになったよね。40分コースだよ。俺そんなの言われたことなかったの。栄町ですよ。そうそうそう、2回行ける人ですかってすごくない？プロだなと思って。いやプロじゃない。そのさ、惰性でやってないんだよその子は。もう最高のおもてなしだよね、もう言葉だとしても。もうおおって来たって、おおってなるでしょ。ところで お客様と2回行け、もうやる気満々なわけよもう。俺はあの接客を超えたことはないね。うん、はっきり言ってすごかったよ、すごかった。プロだなと思って、それはすごかったね本当に。なんかもう惰性でやってねえなこいつっていうか、すごい若い子だったんだけど本気じゃんとか思って、なんかこうかっこよかったね。あの女王を超える経験はないね。あとじゃあ風俗で失敗した話していいですか。すっげえ若い頃の16歳ぐらいの頃のすげえほろ苦い思い出、聞いてくれる？え、めちゃくちゃ面白いよこれ。でもな、なんか今日のリスナー120人聞いて全然アイテムくんねんのもん。ちょっと お気持ちちょうだいよ、アイテム。頑張るから喋り、お気持ちアイテムちょうだい。いや失敗した話っていうか、俺上野で一人で酔っ払ってたんだよ。で21かな、その頃も。違う、20歳ぐらいだ、若い頃、一人で酔っ払って。で、当時、貧乏だったから、金が、もうポケットの中に、1万ぐらいしか入ってないの。で、成田帰るのに、1500円、1200円ぐらいかな、忘れたけど、1000円ぐらいかかるんだよ。で、9000円あると。そしたら、お兄さんって、風俗どうですかって言われて、あーって言って。いくらなんですかっつったら、8000円で、上野で遊ばれますかっつったら、いや、上野で遊んだことないっつって、8000円で、すごいんで、もう、自信あるんで、8000円で全部ですかって、込み込みですかって、いや、もう全部込み込みです。行きましょうって言って、もう、とりあえず女の子気になんか出ていいんで、つって、で、8000円受付で払って、で、もう、狭いところでこうやって、もうワクワクして、もうこうやってやってたら、本当に、すっげえ美人が来たの。もう嘘だろっていうぐらいな。もうパーフェクトですよ。もうすごいの。もう、俺の中でドストライク。うわマジかと思って。で、そしたらだよ。女の子が、ね、俺の隣に座って、なんて言ったと思う？どの服がいいって言って、コスプレの衣装をどれがいいって言って、うーんっつって、あーって、これっ
って言って、すく水ねって言って、嘘だろと思って、待っててって言うから、嘘だろと思って、ね、すく水で来るわけよ。もうやべえよと思って、やべえ、やばいぞと、上野はもう何が始まるんだろうと思ったら、ね、じゃあ脱いでって言って、脱いで、下もって聞いて、当たり前だけど下もって、全部すっぱだかになって、でソファー、こういうソファーがあって、じゃあ四つん這いになってってお姉さん言うから、分かったって言ったら、こうやって四つん這いこういう体勢になるわけだよ。 こうだよ。でジョーはここにいるわけです。すく水後ろにいるわけだ。ここにジョーがいて、こうやって四つん這いになってたら、もうフルボッキだよね、フルボッキだよね。いいコメントありがとう。そしたらジョー何しだしたかっていうと、じゃあ今から行くねって、分かったって言ったら、ベビーパウダーを俺の肛門にずっと当てるで、1分ぐらいずっとパフパフベビーパウダーを俺の肛門に当ててて、ところで続きやるって聞いたの。続きと思って、いや俺8000円しかないって8000円しかないんだよって言って、君若いよね、うん20歳っつって、お姉さんすごいタイプっつって、え、お店でなんか、あのね、この続き、あの2万円かかるのって言って、あ、お姉さんすごい可愛いけどごめんって、俺もう成田に帰らないといけないからお金ないよって言ったら、分かった、そっか残念だねって言って、30分ぐらいずっとベビーパウダーを肛門にこうやって、すく水の超可愛いお姉さんこうやってパフパフパフっつって、俺の肛門をパフパフパフって言って、で俺もお姉さんもどんどん悲しくなっていくわけよ、その空間に。その時にそのお姉さんが残り5分で言った一言を今でも忘れない。おっぱい触っていいよおっぱい触ってって多分プライドがあったんだろうね。そのぼったくり店というか、その風俗嬢としてもうこれはダメなことだってなったんだろうね。いい、本当はダメなんだけど、お兄さんおっぱい触って帰ってって言って、おっぱい触って帰った、うん、っていう話です。はい、花火ください。はい、あれは悔しいですね。小物像ありがとうございます。はい、あれはもう二度とない、二度とない出会いだね、うん、あの日あの時あの場所でしか体感できない。はい、はい、和道のイカ臭い話ですね。はい、和道監督のイカ臭い話。アバがありがとう。シリーズ化しようかなこれゴールデンタイムでやりたいね。上野はね、タケノコハギ多いんだよね。ありがとう今日の CD さん。まあまあ13年前の話だね、うん、まあそうやって大人になっていくからね、うん、そうそう、すべイカ臭い話、イカ臭い話してもいいですかっていうコーナー作るところで話は変わりますけど、イカ臭い話してもいいですかって、うん、滑らんなーつって、 ありがとうございます。ハートありがとう。お気持ちが大事ですよ、うん、お気持ちが。チップね、チップ、うん、まあなんだろうな、うん、なんだろうな、まあでも俺が思うになんだけど、キャバ嬢よりも風俗嬢の方がピュアだと俺は勝手に思ってるあのキャバ嬢は悪いやつだけど風俗嬢は悪いやつじゃないっていう持論があるの
わかるかな、これ。これわかるかな。これ誰か共感できる人いる？キャバ嬢は悪いやつなんだよ、俺の中で。キャバ嬢はクッソ悪いやつなんだけど、風俗嬢に悪いやつはいない。わかる？これダイレクトだ。もうなんか男気があるというか、ああもう金欲しいから、金欲しいからしゃぶるわみたいなああもう酒なんてめんどくさいっつって、金が欲しいんじゃんっつって、わかる、うん、回りくどいわ、その接客とか同伴とかアフターとかしゃぶるわっつって、うん、そう、これは俺の持論かな。ワンクッションアルコールを挟むっていう発想が気に入らないよね、うん、ただ AV 女優になるとちょっと話がこじれてくるんだよ。なんかちょっと芸能界夢見てる感が介入してくるじゃんスカウトに、いや芸能界全然そのあるよ、最近は恵比寿マツカッツ知ってるの下りが絶対あるから、スカウトマンからの、うん、だから芸能界入りたいオーラを出されてもねえ困るし、うん、ああキャバ嬢は悪、風俗嬢は闇まあ俺闇属性だからな。分かってくれる人いるんだ。私も風俗行って優しい女の子のパイオツもみもみして、え、あ、いや女の子専門の風俗あるはずだよ、あるはずだよ、そのゆりっていうの、いや行けばいいじゃん、あの女の子レズビアン専属の風俗ってあるはずだよ確か。でももう風俗20代前半で卒業したな、うん、いろんなね、まあ五反田の話はちょっと今日はできないけど、今度ね五反田のね話をね、うん、今日は上野と千葉の栄町で終わり、この話は次回は上あの五反田編ね。あ、女だけど風俗行ったらってエッセイ漫画読んだよ。はいはいはい。あ、でもね、俺ね、あの風俗嬢を見抜ける才能すごいよ。俺風俗嬢を見抜く才能を教えてあげようか。街歩いてて、あの子風俗嬢だって見抜く能力すごい長けてるの俺。知りたい？男性諸君、男性諸君、街歩いてて風俗嬢の女の子を見分ける方法知りたい？男性今見てないか、働いてっか、今主婦勢女性が多いかな。だったらね意味ないか。もう高確率で風俗嬢当てるっていうスキルを持ってんの、法則を持ってんの。あのね、うん、見分けたところでって、まあ、まあ確かにそうなんだけど、朝方歩いてる子なんだけど、服装とまず髪の毛のギャップなんだけど、まず髪がなぜかあのボサボサなので、朝方 OL じゃないんだけど、あの通勤時間に歩いてて、でポカリスエットとかそのスポーツドリンク、少しハーフボトルみたいなやつ、要はあの150のさ、普通のこういうペットボトルじゃ足りないの出勤時間だから、ちょっと一回り大きいポカリスエット的なものがまず入ってんのね。で
次待機時間に読む雑誌が一冊入ってるので、あと軽めの軽食サンドイッチとかが入ってるの 100% 風俗嬢だから、うん、そう基本服装はダサい、そうで髪はセットしてない、そうで袋の中に雑誌一冊、まあ軽食サンドイッチとかおにぎり1個とか軽めの食事プラスちょっと一回り大きめのスポーツドリンク系が入ってたらもうほぼ風俗嬢だよ。わかる？わかる？風俗嬢はカバンを2つ持ってる？いや。コンティニューコインありがとう。風俗嬢カバン2つ持ってるか。あ、なんだろう、カバンの中身が汚くて雑な人ってやりまんだよね。あのね、俺ね、カバンで、あ、この女口説けるか口説けないかセンサーも働くんだけど、カバンの中が汚い雑な子は口説きやすくて、カバンの中が整理整頓されてる子は硬い女っていうイメージあるけど、これ当たってる？女の人当たってるかな。わりかしやらせてくれるのはカバン汚い人なんだよね、俺の中で。これわかるかな。あ、ありがとう、コンティニューコインありがとう。当たってる？わかんない。あ、じゃあ今日女の人のリスナーさん多いから久々にやる？久々にやります。あの、名前占いやりますか。はい、皆さん人気コーナー、名前占いのコーナーです。皆さんが下の名前、まあ同級生でもいいし自分の本名でもいいし、下の名前を書いてください。僕がその性格などを当てていきますので、気になる女の子の下の名前書いていってください。 100% 的中させます。はい、どうぞ。はい、適当に下の名前書いてて、芸能人ダメよ、芸能人ダメよ、本名ね、本名。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。あさみ、あさみを占います。鼻毛が出てる。はい、次。みずほ、モテるけど性格が悪い。アキナ、ネクラ。はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。有名人系とか配信関連系はやりません。はい、はい、当たってるでしょ。ヒカル、運動神経が良さそうでそうでもない。はい、当たってるでしょ、当たってるでしょ。しおり、家庭的。当たってるでしょ？これ本当に当たってるから。ミキ、髪が短い。チエコ、読書家。ミスズ、ミスズ、お母さん思い。いや、当たってるから。はい、今日の名前占い終了です。はい。はい。もうダメです、もうダメです。当たってたでしょ。大丈夫ですか。大人気コーナーだから。アサミは鼻毛出てるよ、当たってるでしょ。これ 100% だから的中率。よく見てごらん、今度アサミに鼻毛絶対出てるから。ありがとうございます。名前占いで食っていけると思ってるから。
やこれね、もう FBI の研究成果とか、ハーバード大学の論文とかを読みまくった結果やってるから、最先端の行動倫理学とかも入ってるから、外れるはずがないの。ネクラが正解だった、絶対外さないから。だから女の子の名前は大体人生決まるからね。それで あとね、これだけは覚えておいてほしいね。マミムメモね、マ行はデブ、マミムメモの名前で痩せてるやつなんか一人も会ったことないから、みんな覚えておいてね。今日はこれだけ覚えて帰ってほしい。マ行はデブ、言われてみたらそうでしょ。同級生マ行はやばいから、太いから、ま、例外なく太いから。マミムメモは全部太い。痩せてるマミムメモの名前のやついないでしょ。全員デブだから。でしょ？もう 100% 当たるから。いやもう絶対マミムメモから始まる名前は全員デブだから。俺がデブっつったらデブなんだよ。マ行の法則。で、アヤって名前にブスいないから。これアヤの法則なんだよ。なぜか知んないけど、アヤは全員当たりなんだよ。ブスなアヤに会ったことないもん、俺。いる？同級生とかにアヤいたでしょ。アヤブスじゃないでしょ。当たってるでしょ。逆にブスなアヤを見てみたいもん俺。でしょ、当たってるでしょ。当たってるでしょ。すごいんだよ、名前占いで食っていけるから俺。もうほんと配信者ダメになって、配信業ダメになったらもう名前、女の下の名前占い師になるから。私の名前どうですかつって、もう顔パーテーション越しだけどバンバンつってくから。太ってるわねってあなた太ってるわね。いや楽しいっていうか、もう的中率 100% で売ってますから。もう一人だけやってみる。もう一人だけ、じゃあもう一人だけ名前書いていいよ。もう一人だけだよ。もうどれだけ当たってるか知らしめてやるから、もう一人だけ書いていいよ。はい、どうぞ。一人だけだよ。はい、絶対当たるから、 100% だから。どうぞ。キミ、キミって名前いなくねえか。キミは聞いたことねえから、ちょっと俺のデータベースに入ってないわ。キミ、キミはじゃあうん、低所得。はい、以上です。
絶対当たってるはず。当たってた、クリスさん。当たってたか当たってないか書いて。ないと、大変なことになるから。当たってるでしょ？ちょっとばあちゃんに聞いてくる。いやー、ばあちゃん戦争の頃はすごく苦労したんだよっていう、当たってるわってなるはずだから。いやー、疎開が、うん、いやすごい低所得だったはずだから。だから魔行はデブだっつってんだろ。魔行はデブだよ。ちなみにこれ本名じゃないと当たらないから、小手半には適用されないから。小手半と芸名には適用されない。本名のみ当たる、本名占いだから。ああ、そうなんだ、16なんだ。魔行はデブなんだ。ああ、ゆかは性格悪いよ。顔確かに良かったでしょ。性格はあれだけど、あやは美人のもとに、美人にしかつけられない名前があやだから。そう、聖なる、聖なるホーリーネームだから。どれくらいだとデブだと思う？だからあれだよ、自分がデブだと思ったらデブだよ。太いなって思ったらデブだよ。あ、じゃあデブの定義を教えてあげようか。深田恭子より上はデブだから。もうこれ学会で決まってるから、もう。深田恭子より太かったらデブ。深田恭子までがデブじゃない。美穂はね、多分ね、鼻くそ食べてるね。美穂は小学生の時、小学6年生まで鼻くそ食べてたね。いや、絶対当たってるから。ああ、食べてたわーってなるはずだ。なんでわかるの？外したことないんだって、俺。京子ゆかも当たり名前だね。京子ゆかも、当たり名前だね。だけど、優香は、今期逃すタイプだね。京子と優香は、確かに当たり、美人名前なんだけど、今期逃していくタイプの名前。そう。で、なんか、30超えたあたりで、なんか45ぐらいの、そこまでイケメンでもないけど、年収が高い固めの男と結婚するね。え、面食いだったのに結局それってなるのが京子と優香だね。優香だね。めっちゃ若い頃面食いだったのにそれかよっていうタイプです。はい。あー、ルがね、ルがつく名前か。じゃあ今度男バージョン教えてあげようか。ショーっていう名前のやつね。ショーって名前のやつ。ヤンキー。で、リュウがつく名前。親父がヤクザ。はい、はい。すごくない？うわ、確かにワドって。なったでしょ？ならない？同級生のショーはヤンキーでしょ？で、リュウがついたやつ、親父ヤクザだったでしょ？すごくない？すごくない？これ。100% だから、これ。絶対外さないから。これ男にも適用できるから。天才なんだよ。もう本当に。わかるでしょ？
竹雄はね、竹雄はそうだな、野球が好きだった。はいはい、ねクリスさん当たってるでしょ。うん、竹雄は野球が好きじゃないからね、好きだったっていうところがミソだった。そう、過去形なのがミソだから、そこまで当てるのはどうっていう。すごいでしょ、予言の域だよね、ここまで来るとね。なんでじいちゃんとばあちゃんなんだよ。おはよう、おはよう。今日日曜日？今日何曜日？金曜日？今日何曜？今日日曜か。ああ。腹減った。お腹すいた。女の子から LINE 来ねえな。なんかすげえ可愛い女の子からの LINE をずっと待ってるんだけど、ここ1ヶ月間ぐらい。我こそはっていう人はね、配信外に LINE を送ってきてくださいね。自信があるわっていう。私なかなかよっていう。ロム線の方もね、ぜひね、リスナーでーすって LINE ください。イケてる、イケてる、イケてる女子からの LINE お待ちしてますから、僕。よっしゃ、終わった。長かった。内職終わり。終わったぞー。よかった。長かったな、結構。終わり終わり。全部で4種類だね。種類的には4種類。4種類でございます。
在庫の山ですよ。ステッカー売りつける旅に出たい。リスナーにステッカーを買って買ってっていう。ステッカーすごいんだよ、結構儲かるんだよ。嫌な話だな。リスナーに言う話じゃないよね。いやステッカー儲かんだよっつって買うの俺らだわっていう。嫌な話しちゃってごめんね。なんかあのリア凸するのにステッカー買わない人はリスナーじゃないと思ってるんで僕は、はい、よいしょ。あー疲れた。お疲れ。腹減ったな。なんか飯食うかな、うん、もうあれか11時か。結構やってんな今日。いいね、なんかのどかな日曜日でいいね。いいね。なんか飯でも食おうかな。ていうかなんかすげえ可愛いさ、最近配信者現れたね、女の子で、あのニコ生からやってきた。すげえなんか顔整ってる配信者現れてない？黒髪の何ちゃんだっけ。あの子伸びそうだよな。なんつったっけな、名前二文字のひらがなの、誰かわかる人いる？名前二文字の顔整った黒髪のなんかオタク受けしそうな女の子。あれ伸びるよ。あれ多分フォロワーがっつりいくでしょう。じゃないね、なんか二文字で最近70人ぐらい、100人いかないぐらい集めてる子。なんかオタク受けしそうな顔整った女の子。ありがとう、アイテムありがとう。来るだ、来る来るっていう子。あれすごいね、あれ伸びるな。なんかすげえ可愛いの。来るだ、それだ、多分それだと思う。調べよう。来る、あれは人気出るでしょ。あれ来るだっけ、出てこないな。え来るで合ってる？え来るだっけ、あ来る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 、これこれ絶対伸びるよね。この子今フォロワーいくつなんだろう。この子この子、あもう2000いってるんだ、やば。だって今月ふわっち始めてんのにもう2000人いってるからね。まだ1週間ぐらいでしょ。これはなかなかな器だよね。いやワドは俺だわ。ニューカマーが来たよ、ニューカマーが。うん、すごい顔整ってるよ、すごい顔整ってる。じゃあそろそろ終わりにしようかな。うん、去年からやってんだ。
あ、知らなかったわ。すげえ美人だなとか思って、ナシコを初めて見た時の衝撃に似てるかな。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。今日で放送終わりにしねえわ。今日の放送終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。フォローしてね。Stand by me.